こんにちは、こんばんは。第何弾目かの動画になります。今回はトリエスがなんぼのもんじゃい、うちのタンクを見さらせい、スペシャルを編集するつもりでしたが、まさかの猫アタック、その実態お送りすることとなりました。綺麗な連携、2003の登山道入門クレードル編もう映っていたのに、途中音声画像が大変乱れます。良いそうな場合はすぐに視聴を中止してください。それでは PS3 ハイブで遊ぶ猫たちの仕事を間接的にご覧ください。まあ遊んできて、まあこの仕事遊んできて、まあ遊んできて、なんぼだな、近接機が2機見えたので連3の護衛に着くことに。武装的に西洋機に当てることは難しいので、ひとまずアラートをネームアップさせよう。いた、お手はぴさんによると、連3周りの近接機はこれだけ、もう1機は何個がリアルコーナーが抑えてくれているのよ。当たらない、顔だけ上げさせれば連弾があれだけで撃ち抜いてくれるわず。まあ目に入れては投げてない、今のヒット判定当たって助かったけれど、後衛も後衛ですか、疲れていらっしゃる。近接機はこちらの壁系を予測機にしているようだから、うっつつ、しっかり物から車線を切りつつ、なんだか高速再生されていますが、オリジナルデータ時点でこのようになっていました。確かこの点では、4アシリスタイプラス近接相手に、こっち向け、こっち向くの作戦を実行していたわけ。走行しているうちに、4アシリス機を道連れに自分の対応。相手の壁がナンコさんに移り、今度はナンコさんが鬼ごっこを始める。この間に高速にダメージを重ね続けるガンアンさんと連戦。この辺のガンアンさんがうまく4曲をさばきながら連戦のカットに行きながらだったと思う。うまく引きずり出した近接を撃破、なぜかその先で撃破撃破と勘違いしてしまう。メンバー大喜び、連戦の足を止めての喜びの技が4着も続けた。ここから4着となったり、連戦の登山道クレードル戦が映っていたわけなのに、画像画面見えて降りてみせます。お手はぴさんから合図箱と人数が報告、次のアワー合図の箱とリアーズまでグラフが立てたので、こちらの弾数を例に削りを狙っていたのよ。ここです。前線のミルミル登山道見たかった。14より速へ何個か弾引く中、試合終了。決まり手は脳天の強度必須でごけ、猫の手方向材の導入を強く決めた一戦でした。画像の荒い中お付き合いありがとうございました。